タスクコマ。謙虚。初めてですか？え？この応援歌聞くの初めてですか？あ、はい。っていうかサッカーの試合を生で見るのも今日が初めてで。この応援歌ね、今試合をしている両チームのサポーターとは全く関係のない人たちが歌ってるんですよ。あいつら何やってんだ？でも不思議と耳に残って気づいたら家で口ずさんでいる。日本の音楽界に必要なのは彼らみたいな存在なのかもしれませんね。いや、日本の音楽界にもこのスタジアムにも不必要だと思いますけど。私は何回も見ているんですが、彼らはすぐペットボトルを投げます。もうつまみ出せ。サッカーお好きなんですか？ええ、まあこの前のワールドカップ見てたら一度生で見てみたくなっちゃって。日韓ワールドカップだとしたら俺行動するの遅すぎるだろう。カタールです。ああ、なんだカタールか。本当に素晴らしい大会でしたね。印象に残るシーンがたくさんありました。三笘のドリブル、堂安のシュート、谷口の袖口、ちょっと最後のだけ覚えてないですけど。スタジアムに来てみたくなる気持ちもわかりますよ。はあ、あなたはよく見に来られるんですか？うわ、すごいタイミングで仕方された。もういいや、せっかく来たんだから集中してみよう。ん？チャンスか？スルーパスから一人抜け出して、キーパーもかわした！あとは無人のゴールに蹴り込むだけ、決めろ！よく見に来ます。ねえ、なんで今話すの？質問の意味を理解するのに少々時間がかかりまして。2万のノートパソコンでももうちょい処理能力高いわ。惜しいシュートでしたね。ああ、そして入らなかったんだ。逆にあの状況からどうやって外したのかめちゃくちゃ気になる。ポイーンって説明下手だな。実は私、年間チケットを買っちゃうほどのサッカー好きなんですよ。スタジアムのみならず、練習場にまで足を運んで、選手たちの状態を常に把握しています。相当好きなんですね。まあ、仕事柄自由な時間が結構あるので、何もしないのはもったいないじゃないですか。普段は予知能力者として。あ、いいパスが通った。え、嘘。うわ、惜しい。ちょっとシュートコース甘かったか。いや、今のはキーパーもうまかったですよ。どうです、やっぱりスタジアムで見るサッカーは違うでしょう。はい、めちゃくちゃ楽しいです。ドゥドゥドゥ、予知能力者なの？そうですけど、何か。いや、何かじゃなくて、予知能力者って未来が見える的な、あの予知能力者ですよね。はい。じゃあもしかして。この試合の結果も分かってますよ。一番横にいて欲しくない人じゃん。言わないので安心してください。サッカー好きの私が今日初めてスタジアムに来たあなたから楽しみを奪うようなことするわけないじゃないですか。それはありがたいんですけど、あなたは楽しいんですか？確かに私はこの試合の結果が分かっています。でも考えてみてください。例えばドラマ、あれは最後必ず主人公が幸せになるようにできてるでしょ。そんなのみんな分かってる。だけど最終話だけを見る人なんかいない。過程を楽しんでるんです。結果が分かっていてもサッカーは楽しめますよ。あと 2-1 で勝ちます。いった。私が毎回どんな気持ちで試合を見ているのかあんたも味わうといい。ドラマなんかと一緒にされちゃ困る。ああ、この人性格悪い人だ。私はね、昔からサッカーが大好きだったんですよ。でも自分が予知能力者だと気づいてからは純粋にサッカーを楽しめなくなった。最初からじゃなくてどっかで気づいたんですね。一昨年。思ってたよりも最近。私がなぜ年間チケットを買っているのか分かりますか？あなたみたいな純粋にサッカーを楽しんでいる人からその楽しみを奪うためです。はい、イエローカード。そして私がなぜ練習場にまで足を運ぶのか。練習中の選手に向かってヤジを飛ばしやる気を出させてます。ああ、こっちは全然予知能力関係ない、ただただ嫌なサポーターだ。2枚目イエローカードを退場。本当ひどい人間でしょ。でも自分を制御できないんですよ。あれだけ大好きだったサッカーをストレスのはけ口にしてしまっている。ん？ストレスのはけ口？なんか聞いたことあるな。谷口の袖口。あ、そっか。3年前から私の心は腐り始めました。予知能力に気づくちょい前からじゃねえか。誰も私の気持ちなんて理解してくれない。予知能力者も結構辛いんですよ。ボフ、いって。予知能力は？顔入れ替わってない？顔入れ替わってない？大丈夫です。新しい顔にはなってないです。マジびっくりした。予知すればよかったのに。自分が知りたいと思って具体的に想像したこと以外についてはわからないんです。じゃあサッカーの結果についても考えなければ。考えちゃいますよ、好きなんだから。どっちが勝つのかなとか試合前に想像しちゃうでしょ。まあ確かに。ほら、1点入りましたよ。え、ああ、でもこの試合の結果は2対1なんですもんね。10回に1回は当たります。お前普通の人じゃねえか。予知能力者です。俺だって10回に1回くらいは当てられますよ。当ててるんじゃない、予知だ。じゃあサッカーの結果以外のことでなんか未来について予知してください。わかりました。多分これは当たってると思うんですが、毎日サッカーの練習を頑張っている選手たちには明るい未来が見えます。ただ本当にサッカーが好きなだけの人だった。ボフ、言って。ああ、でもこれ選手たちからは嫌われてるな。この物語の裏話や楽しいお話が盛りだくさんのドゥフラジオがサブチャンネルで公開中。その他のおすすめ動画やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。いいえ、タスクコマ。